ジェームス・ディーン・ブラッド・フィールドは、イギリス・ウェールズ出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。ロックバンド、マニック・ストリート・プリーチャーズのボーカリスト、ギタリストとして最もよく知られる。他にも、コラボレーションやプロデューサーとしても活動。1969年、ウェールズの地方都市、ポンティプールに生まれる。いとこであり、将来のバンドメイトであるショーン・ムーアの両親は、離婚しており、 ジェームス・とショーンは幼い頃から同じ家で暮らした。少年時代より陸上競技を始め、障害層の選手として活躍した。10代前半からパンクロックにのめり込み、同じく将来のバンドメイトである、ニッキー・ワイヤー、リッチー・エドワーズと仲良くなり、4人は好きな音楽について語り合うなど一緒につるむようになる。その後、マニック・ストリート・プリーチャーズが結成され、 バンドは1988年に自主制作シングルスーサイドアレイでデビューを果たし、同年にリッチーもバンドに合流した。バンドは1990年代中盤以降からイギリスの国民的バンドとして人気を集め、現在も活動中である。バンド活動休止中の2006年7月にシングルザッツ・ノー、no ・ウェイ、トーテル・アライをリリースし、ソロデビューを果たした。 その2週間後にもアルバム、ザ・クレート・ウエスタンをリリースし、全英22位を記録した。アルバムリリース以前の5月には、ソロツアーにも繰り出しており、マンチェスター、グラスゴー、ダンディー、バーミンガム、ロンドンなどイギリス各都市でライブを行った。現在は、ロンドンのチズウィック在住だがカーディフにも家を、所有している。2004年に結婚し、カズメの父となる。デスターにて、 ありがとうございます。